日本とアメリカ、韓国の防衛相がきょう、東京で会談し、3か国の安全保障協力の枠組みを制度化する覚書に署名しました。覚書ででで国国は防衛省会談などののハイレベル協議を各国が持ち回りで毎年開催すると定めました。 また北朝鮮のミサイル情報を即時に共有するなどの連携をさらに強化することや共同訓練を推進することなども明記しました日米韓の防衛相会談が日本で開催されたのは初めてで来年は韓国で開催することで一致しました3か国協力はさまざまな国際情勢の変化のもとでも揺るがないより強化なものとなりました三か国 協力強化のための取り組みを継続していくことで、地域の平和と安定に貢献をしてまいります。